田萌さんがシンガポールで密かに楽しみにしていることは何ですかっていう。密かに。なんだろう。密かに。密かに楽しみにしてる。なんかこういうカフェが好きとか、なんかこういう料理が好きとか、なんかスパのレベルが高いとか、そういうのあったりします？あ、スパは安いですね。スパというか、マッサージ屋さんは。あ、安いですね。日本より安くて、ですごい腕がいい、そのチャイニーズ系のおばちゃんが大体ついてくれるので。へぇ、あ、なんかさ、日本人にマッサージするんだったら日本人の方がうまいとかっていうもんでもないですか？いや、やっぱりあの、なんか中華式のマッサージはすごいです。なんかあの、何も言わなくても、どこが悪いかを触っただけで分かって、でも、グイグイって容赦なくもうマッサージしてくれる感じで。あ、じゃあもう何も言わなくても触って、あ、ここが悪いんだろうなみたいな、勝手にガンガンやってくれるみたいな。はい、勝手にガンガンやって90分経ったら、はい、終わりみたいな感じで。へー、あ、便利ですね。便利です、便利です。全く会話しなくてももういいです。達人になると言葉とかいらないんだ、マッサージって。いらないです。え、そのなんか、いいマッサージやって、どうやって見分けるんですか？いいマッサージ屋はちょっとまだわかんないので、とりあえずチェーン店に行って、でもチェーン店だと、チェーン店だと毎回違う人なんですけど、でも毎回違う人でも毎回全員腕が良くて、うん。あ、みんな腕がいいんだ。はい、はい。はあ。でもなんか日本ですごい上手い人っていうのもいるように、やっぱり中国人でもいるはずじゃないですか。そうそうそう、中国のトップレベルのマッサージって どんなのか気になったりしないですか？いや、ね、でも今んとこ満足してるので、で、多分ちょっと施術も強めなんですよ。その日本でやるあの、こう、癒し系じゃなくて、うん、結構容赦もガンガンみたいな、痛たみたいなのも、もうなんか、ペインみたいに言われて、で、ペインって。当たり前だよ。あ、じゃあ、その、なんか、シンガポールで面白いところを YouTube のネタにしようみたいな感じは全然ないんですね。全然ないですね。なんか、あの、なんかこっちで血を抜くカッピングっていう。はいはいはい。なんかあの、気をつけて。はい、はいはい。あれの、あの、穴をなんかガン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 って背中に開けられて、ほう。血をもう吸い出すみたいなのもあるんですよ。え、だってそれ、っていうか、もう後ろから血出てるから、ただ怪我じゃないですか、それ。そうそうそう、しばらくこう怪我、一週間ぐらい消えない怪我になるんですけど。痛くないですか、それ。痛くないです、痛くないです。で、なんか、あの、血出てるんですよね。血出てます。血出てるけど、全然痛くなくて、その、悪い、その、血液の中のその、なんかミミズみたいになってる、うっ血したものが、はあ、あの、ティッシュでこう拭われて、これがで取れたよ、みたいな感じで見せられて。いやいや、血だよね、それ、みたいな。血です。それやると、すごい、なんか、肩こりが取れるんですよ、もう。あ、これ取れた。マジっすか。はい。いや。それ怪我、だって、その後、穴から血出ないんですか？お風呂入ってる時に、ビシャーとか。あの、3時間はお風呂入んないでって言われて、で、なんかその上から血止めのスプレーみたいなシャーってかけられて、はいはい。で、夜、まあ、お風呂入る時は全然止まってますね。へぇ、チャレンジャーっすね。よくそんなとこ行きますね。もう、チャイナタウンの奥の奥の方で見つけました。ただ怪我しにお金払ってる可能性あるじゃないですか。いやいや、コンテンツでネタになるわけでもないのに。ネタにならないです。放送禁止です。はあ。やっぱちょっと変わった方なんですね。変わってないですよ。いや、楽しいね、そういうチャレンジが。それって失敗して大変なことになることもあるじゃないですか、チャレンジって。はい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 。じゃあ今のところ人生での大失敗は旦那さん間違えたぐらいですか？間違ってない。間違ってないですか？そうですね。親戚付き合いとかしてくれなそうじゃないですか？ああ、確かに。確かにそうか。あそこは別に期待してなかった。え？なんかそこは特別に親戚付き合いをしてくれる人がいいなとも特に思ってなかったみたいな。うんうん、まあそうですね。うん。まあ僕もしない自分のお父さんを今 LINE でブロックしてるんですよ、と。え、すごいっすね。あ、最近解除になったの。うん。なんか、ちょっとその、
YouTube で過激なことを、ちょっと過激というか、ちょっとこれは言い過ぎじゃないか、厚彦みたいな LINE をお父さんから来たから、はい、じゃあ3ヶ月ブロックさせていただきますって言って、ブロックやべえな。やっぱすげえな。やっぱ本物ですね。本物。どういう。いやだからやっぱその普通の人の感覚と違って自分自身のその感覚で生きてる人じゃないですか。うん、はい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 。だからそこでその多分分かり合えるものでもないと思うんですよね。もう一般常識ではない自分自身の論理で自分自身でこうだっていうので、で、まあそれも別に成功っちゃ成功してるわけじゃないですか、社会の中でも。うんうんうん。まあそのタイプの人が、だから今は全然いい人でまっとうだと思うんですけど、なんか一歩間違えて、その社会常識と合わない方に向かっていった時に、止められるのかっていうと難しくないですか、うん、なんかでも私、一番結婚の決め手になったのは、うん、なんか結局彼は人を大事にするんですよ、なんか。縁を切らないっていうか、藤森さんとずっと。ブロックはするけど、ブロックはするけど、縁は切らないんです、最終。はい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 。だから、藤森さんとの10年間があるから、多分この人は、その、なんかね、いろいろコンビでも浮き沈みあるじゃないですか。それを経て、うん、なんか一緒にずっとやってるから、多分この人は裏切る人じゃないんだろうなっていう感覚があって。はいはい。うん、だから最終悪い人じゃないけど、人を切り捨てたりとか利用したり騙したりはしないっていう。しないんだな。ただ純粋にひどいやつなだけなんですね。ただ純粋に冷徹というかドライですね。そういうもんなんですね。で福田さんでも割と普通に育ってるじゃないですか。だからそしたら普通の人と普通の生活をすることも可能じゃないですか。で、はいはい、最近普通の生活ができるようになってよかったって、やっぱりちょっと普通にその戻りたい憧れてるという部分もあるわけじゃないですか。うんうんうん。そこをやっぱそのなんか旦那さんもうちょっと普通寄りにみたいなのって思わないんですか？普通寄りに、そうですね。でももうなんか、なんかカブトムシ飼うときってそうやってご飯食べるんだとか、そうやって寝るんだとか、なんか発見の連続じゃないですか。あ、そうですね。はい。そういう感覚です。あ、これは食べるけど、これは食べないんだ、へえ、みたいな。そう。なんかそれが楽しいっていうか、なんか、うん。まさかそういう結婚生活になると思ってませんでしたけど。なんかその、テレビで活躍している人だと思いきや、もうテレビとかクソだよみたいなこと言って、なんかもう全く出ないみたいな、そのなんか、そんな敵を作らなくてもみたいになりません？あ、そうですね。敵を作らなくてはすごい思ってて、なんか結局、その、うん、なんだろう、こう、後ろで、いろいろ各所に、すいません、ちょっとうちのがなんでみたいなのは言ってるの私なんですよ。ですよね、ですよね。いろいろお世話になってくださる方とかもいらっしゃいますね。はい。ちょっとあの時は、なんか例えば誰かのそのちょっとこう、家中の人の楽屋とか見つけては、なんかちょっとすいません、うちの夫がいろいろ、いろいろすいません、みたいな感じで。そうか、ちゃんと内情の子を発揮してらっしゃるんですね。ねえ、だからできるだけあまりその火種は作ってほしくないですけどね。あ、じゃあむしろじゃあ今みたいなその人と接点がない方がむしろ敵を作らないからいいかもみたいな。あ、確かにちょっとね、海を隔ててるんで。私もそんなね、挨拶回り行かなくていいっていうのはあるかも。でもストイックですよね、そのなんか。プログレスとかもずっとやってて、で、動画も撮ってとかで、でなんか、もうサボってもよくねみたいな感覚ってならないですか？ねえ、でもなんか、逆に今、家では孤独だから、その、逆にオンラインでもいっぱい接点を持ちたいみたいなのはあるみたいですね。はあ、家、孤独って家族いるじゃないですか。家族いるけど、それ以外がないから、その、なんか。それ以外は作りたいんだ。はい。だから自分の授業は絶対その。じゃあ日本にいろよ。そうですね。なんか自分の授業も絶対誰かに見て、リアクションが欲しいらしいんです。笑っててほしいとか。だから、毎回ズームでプログレスとつないで、そのリアクションを見たりとか、っていうのやってて。あ、だから人が好きなのか嫌いなのかよくわかんない人ですよね。ねえ、でも好きみたいですよ。その人がどう、その、どうなっていくのかっていうのを見てたいって言ってて、その、
プログレスが今5000人いるんですけど、5000人を観察したいんだみたいなこと言ってて。でも突然 YouTube のメンバーシップ切り捨てたりとかするじゃないですか。あ、そう、でもあれはメンバーシップからプログレスに入ってくるための、あ、まあまあまあ、みんな映ってくれればいいよね、うん、みたいな。そうそうです。だからそのなんか計算高い部分と人間好きっていう部分と、その切らないっていう意味では、その藤森さんなんか切ってもいいのにずっと続けるとか、情に厚い部分とかのバランスが一般的な感覚じゃないから理解しづらいんですよね、はい、確かにそうかもしれないです。